アコギって本当にいいですね。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりやギターです。本日はですね、国産ギターが好きな方、ヤイリギターが好きな方、ジャパンヴィンテージが好きな方、そんな方々に紹介したいギターでございます。本日ご紹介させていただくのはこちらでございます。 K ヤイリ YW の線 HQ でございます。はい、こちらの YW の線なんですけども、なんと1973年に登場して以来ですね、かなり長くですね、ずっと人気があるモデルでございまして、ジャパンヴィンテージ好きな方もですね、この YW の線というモデルはかなりお好きな方が多いんじゃないかなと思います。それぐらい人気が高いですね、このヤイリギターの中でもフラッグシップモデルとなっております。早速なんですけども、こちらのギターのおすすめするポイントを3つに分けてご紹介させていただきます。まず1つ目なんですけども、スペックコンディションでございます。はい、まずですね、こちらのモデル YW の線、かなり長くですね、ずっと人気があるモデルなんですけども、こちらのモデルのやっぱりすごいところっていうのは材にあるんですね。はい、まずですね、このルックスから見ていただければなんとなくわかるんじゃないでしょうか。あの大人気モデルマーチンの D45 を思い出させるような、そんな素晴らしいルックスをしております。ボディ形状の方は定番のドレッドノート、トップはですね、スプルースの単板となっております。非常に美しいこのシトカスプルース、上質な材を使ってるっていうのがですね、よくわかるんじゃないかなと思います。はい、そしてサイドバック、こちらの方がハカランダとなっております。ブラジリアンローズットでございます。はい、こちらのサイドバックの方はですね、合板となってるんですけども、この木目素晴らしいですね。本当非常にこの木目ファン、木目フェチの方にはもうたまらないこのハカランダじゃないでしょうか。素晴らしい木目をしております。この辺りなんか特に特徴的だと思います。はい、そしてネックの方がマホガニーで、シバンとブリッジの方はエボニーとなっております。はい、そしてなんといっても装飾でございます。はい、このトップのですね、このバインディング、このロゼッタ、そしてこのサイドとバックの方にもですね、しっかりとこのインレイの方が施されておりまして、もう最高峰モデルらしいですね、素晴らしい仕様となっております。はい、そしてファンの方には嬉しいこの K ヤイリの縦ロゴでございます。そしてヘキサゴンインレイ、もう非常に素晴らしいですね。見ているだけでもうっとりするような、そんなルックスでございます。ナット幅、こちらの方が約43ミリほどで、薄めのゆるい V シェイプとなっておりまして、非常に握りやすいネックグリップをしております。手の小さい方で広いネックが苦手だっていう方にも、こちらはかなり弾きやすいんじゃないかなと思います。こちらのモデルなんですけども、2018年製となっておりまして、 HQ ということでハイクオリティという名前が付くようになりました。実はモデルチェンジの方がされておりまして、主にですね、どの箇所がモデルチェンジされたかと申しますと、この X ブレーシングがフォワードシフト X ブレーシングになっております。そしてこのブレーシングはですね、ノンスキャロップブレーシングからスキャロップドブレーシングになっております。それによってですね、サウンドのレスポンスがかなり良くなっております。軽いアルペジオだったりとか、軽いピッキングでもパーンと前に出たりですとか、広がりのあるスキャロップドブレーシングらしいサウンドになっているのも魅力でございます。はい、そしてこちらコンディションの方なんですけども、こちらワンオーナー品となっておりまして、ほぼ新品といっても過言ではない素晴らしいコンディションでございます。もう新品のギターをご購入をお考えの方ですとか、もう備品好きな方にもですね、自信を持っておすすめできるような素晴らしいコンディションです。ほぼ傷はありません。はい、まあ、店頭にですね、もう新品で陳列してある、そのぐらいのレベルの綺麗さと思っていただいてもいいんじゃないかなと思います。素晴らしいコンディションです。ということで、フレットの方もほとんど減っておりません。ネックのコンディションも抜群で、弦高も適正にですね、調整してありますので、末永く安心してお使いいただける、そんなギターとなっております。そしてヤイリギターの素晴らしいところはですね、全てのギターにおいて永久保証がついてるんですね。はい、この永久保証をつけることによって、このヤイリギターをですね、長く使っていただきたい、そして長く使った上でのですね、この味というのをですね、しっかりと体感していただきたい、そんな思いで永久保証がついております。
憂鬱の商品についても永久保証がついておりますので、八重ギターがですね長きにわたって愛される理由っていうのがそういうところにもあるんじゃないでしょうか。本当に私も個人的に大好きなギターメーカーの一つでございます。はい、ではですね、お待たせしました。こちらのギターのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。はい、この八重らしい繊細なサウンド、そしてこの低音から中高音にかけてのバランスの良さ、本当に素晴らしいサウンドでございます。ぜひ聴いてみてください。弦の方はですね、フォスパープロンズのライトを使用しております。ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音ですね。いかがですか。この深く太い低音、しっかりとなっております。はい、あのサイドバックがですね合板ということで、この単板のギターとですね比べますと、やはりこの音の深みっていうのはぶっちゃけ言いますとやや控えめなところがあります。ただですね、それでもしっかりとお腹にビンビコビンビコ伝わってるほどの重厚感というのはしっかりありますね。合板といえこれだけしっかりとした低音が出るっていうことで、やはりこの長くですね愛される理由っていうのがあるんじゃないかなと思います。そしてこの中高音、この低音から中高音にかけてのバランスの良さ、そしてこのきらびやかな中高音、素晴らしいですよね。このスキャロップブレーシングということとフォワードシフトブレーシングということも相まって、非常にこの音のブワーンという広がりっていうのが感じられるんじゃないかなと思います。このロングサスティーも美しいですね。素晴らしいサウンドだと思います。
った感じでしっかりとなっておりますね。はい、本当レスポンスがいい、音抜けがいいっていうのも特徴的でございます。はい、ある意味このヤエリギターっていうのは音のその癖というのがあまりないので、いろんな楽曲、いろんなジャンルの歌にもですね合わせやすい、そんなギターじゃないかなと思います。はい、ではですね、次は指弾きの方をしてみます。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この一音一音、綺麗な音色、このヤエリらしいサウンドがしっかりと出ております。ピックを使ったコードソロから、こういった繊細なアルペジオだったりとか、その弾きまでオールマイティにお使いいただける、そんなギターじゃないかなと思います。はい、ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント、3つ目でございます。プライスでございます。はい、こちらのモデルなんですけども、現行でも現在発売されております。そしてこちらの新品定価の方、こちら28万円となっております。はい、それがですね、今回この極上のコンディション、もうほぼ新品のワンオーナー品でございます。そしてこれだけの素晴らしいサウンド、いかがでしょうか。これがなんとですね、今回オットリーヤ特別価格としまして、いきますよ、ズバリ19万8000円税込みでご提供でございます。これはかなりお得じゃないでしょうか。もうこれだけ新品に近いようなですね、綺麗なコンディションですので、本当新品のご購入をお考えの方にもこれはかなりおすすめしたい、そんなギターでございます。このギターをゲットした方はですね、かなりラッキーだと思います。そのぐらい自信を持っておすすめできるギターでございます。はい、こちらのですね、ギターの詳細、価格、在庫状況につきましては、この概要欄にですね、 J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日は2018年製 K ヤエリ YW の1000をご紹介いたしました。このチャンネルはですね、アコギ好きな店主私はですね、当店に入荷するたくさんのギターをいろんな角度からご紹介させていただく、アコギ好きにはたまらないチャンネルを目指して日々頑張っております。この動画を見ていただいて、おなかなか面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録、いいねの高評価ボタン、そしてコメントなんかいただけますと本当に嬉しいです。いつもコメントいただける方ありがとうございます。この動画の感想であったりとか、こんな企画をやってほしいとか、何かご要望がありましたら、ぜひコメントいただければ幸いでございます。そして当店の方は LINE アットのサービスの方もしております。この LINE アットの方では、当店に入荷したばかりのギターをですね、最速最優先で配信しておりますので、アコギが大好きな方、アコギをお探しの方はですね、ぜひ無料ですね、ご登録の方お願いします。ご登録していただければ、探してたギターが気がついたら売り切れてしまった、悔しいっていうこともなくなりますし、ご購入のご相談ですとか、ご売却、修理、リペアのご相談もですね、お気軽に私とですねコンタクト取ることができますので、ぜひご登録の方をお勧めします。はい、ということで本日もですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。改めて思うんですけども、アコギって本当にいいもんですね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃおや。お前できるできるできる、だからできるできる。